琵琶湖エクスプレスは西日本旅客鉄道が前原駅大阪駅間を東海道本線経由で運行する特急列車である。前身の琵琶湖ライナーについても記述する。本列車の前身はホームライナーの琵琶湖ライナーである。これは国鉄分割民営化後間もない1987年から北陸本線の特急車両の間合い運用を利用して通勤客向けに 前原駅大阪駅間で運行していたものであった。しかし、2003年6月1日のダイヤ改正で、北陸方面の新型車両が増備されることになり、琵琶湖ライナーについても車両を置き換えることになった。これに伴い、ホームライナーではなく特急列車として運行することとなり、琵琶湖エクスプレスと解消された。はるか、楽々、張馬と同じく、 アーバンネットワーク内で運行が完結する特急列車で2007年3月18日に特急東海廃止後は2021年3月に特急湘南が登場するまで東海道本線のみを走る唯一の特急列車であった2020年3月14日現在平日ダイヤに前原駅大阪駅間で一応往復と大阪発草津駅の上り一本の 計算本が設定されている。なお、ど、休日ダイヤでは設定されていない。2014年3月15日のダイヤ改正以降、このダイヤで運転されている。かつては自由席が連結されていたが、2021年3月13日より全席指定席となった。前原駅、彦根駅、大見八幡駅、安駅、森山駅、草津駅、南卒駅、石山駅。 大津駅、山品駅、京都駅から新大阪駅、大阪駅一号と四号には、特急、サンダーバードの前運用として、六百八十三系四千番台が、使用されている。二千十五年三月ダイヤ改正までは、水田総合車両所京都市所所属の六百八十一点六八三系が使用されていたが、二千十五年三月ダイヤ改正より、常日の六百八十三系四千番台に、 運用移管された。ビワコライナーの時代は特急、来庁用の485系が用いられていたが、1995年から1997年までの間は運用上の関係で、東日本旅客鉄道の車両も使用されていた。2号には特急、浜風の間合い運用として、キハ189系が使用されている。そのためグリーン車の連結がなく、 また日によっては6両編成で運転する場合がある。ありがとうございます。